どうも、収納人、小島人君というわけでございまして、今回は、九州福岡にあります、安吉さんご夫婦のお宅にお邪魔しております。さあ、今回はですね、後ろにも見えております、素敵キッチンですよ。ね。このキッチンのこだわりについて、いろいろと、お伺いしたいと思います。それでは、小島人君チャンネル、スタートです。いただくだけでも絵になるよね。これだけでどちらがメインで使われます？メインは嫁さんの方。やっぱ奥様が、はい、やっぱ僕インスタ見てるから、安木さんもすごいキッチンにいるイメージが ね、はい、しますけども、ちょっとまあいきなりやけども、はい、一番目にこう入る飛び込んでくるこの辺のことをお伺いしてもいいですか？はい。コーヒーをねすごいこだわってらっしゃってね、はい、好きで、まずこの上のコーヒーのこれケメックスというところのコーヒーサーバーなんですけど、これずっと欲しくて、今年やっと購入する決意をして買ったんですけど、ニューヨーク近代美術館にもこれがこうなんか展示されるぐらい、なんかすごいこうこれのフォルムとかシンプルさとかがそのなんか芸術的なものさとかって言われてるものなんですけど、見た目がもうすごいかっこよくて、確かに、はい、このこれ木ですもんね。これ木ですね、はい、ようやくお迎えした一品です、うん、ちょっと贅沢な時間を過ごしたい時とかに使うことが多いんですけど、これでコーヒー入れてる時間がその贅沢な時間だなと思うので、なるほど、なるほど、クミックスは今年、購入したものではかなり僕の中ではお気に入りの一つになります。はい、一つでもものすごくこう考えられて、じゃあこれを家に迎えるかどうかっていうこともやっぱりしっかりこう厳選されて家に取り入れていくというのもね、はい、これは奥様的にはもう OK ですか？ここは奥様的、まあ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 、自分のお財布から出したんで、もういや、もうこんな安いけども、もうおいくらですか？これでも9000円ぐらい。あ、9000円、はい、でも思ってたらもっと高いと思った、はい、嫁さんが使うときは500円いただくようにしてます、まあ、あと普段使い用のサーバーが置いてるの、はあはあ、これカフェでなんか見たことある、このマーク。これスタバのリザーブっていうところの、あ、なんかあるよ、はい、あるよ、なんか見たことある、目黒で見たことある、目黒で、はい、福岡だと博多駅もあるんですけど、ちょうどいいこのフォルムと可愛さがあったの、かわいいかわいい、あとなんかこうスタバのこの星とある、これスタバなんですね、はい、コーヒーを飲む、スタバで飲んだ時に買っていたんですね、はい、こういうものにもやっぱり一個一個こういうこだわりがあるんですね。そうですね、これはもう3種類のフィルターで入れるようになっているので、全部フィルターが違うんですよ。あ、そういうことなんですか、はい、なので味がちょっとずつ違ったりとかするんですよね。コーヒーの落ち方が違うって言うんですよね。多分僕なんかもでもどれも一緒の味だと思いますわ。わかります？コーヒー。わかります。ほんまですか？ほんまですか？で、あとこれはもうお水をいつも入れてて、うち水道水じゃなくて水素還元水というのもうちの実家がそれを導入してるので、いつもそれで海水もらってきてこれに入れてるんですよ。へえ。なんでうちの飲み水はいつも水素還元水、おうおう、キャンプにも持っていくのでこのまま。あ、そういうことなんですか。はい、すごいね、やっぱりいろんなものがあって、そうやってね趣味のアウトドアでも使えるっていう、で、これがもう何年ぐらい、だいぶ経ちますけど、カリカさんが出してる、ネクストジーという、コーヒーグラインダーですね。かっこいい、めっちゃかっこいい。結構ゆっくり豆が引かれるので、豆の香りを損なわずに豆のこう砕いたこう粗さが均等に引けるっていうのが一番の特徴です。で、これがフェローというところのフェロー。かっこいい、はい、それもすごいかっこいい、はい、の電気ケトルですね。へえ、はい、これは温度を一度ずつ変えれるんですよ。一度ずつ、はい、なんでコーヒーはいつも入れるときに大体90度で入れてるんですけど、なんで90度設定で90度になったら入れる。毎朝そのコーヒーを入れるのは、安吉さんも奥さんでも入れてあげると。はい、毎朝入れる。コーヒーの味分かってます？分かってます
やっぱこういうんですよ、もうだんだん覚えていたから、ね、覚えますね。そうなの、豆違うと、あれ今日豆違うとか言いますもんね。分かるんですね。絶対分からないのは、この舌はどうなってるんですか、はい、この舌は毎朝使うものが、はい、あのメインになってるんですけど、はい、一応これあの毎朝作るグラノーラ、毎朝食べてます。これも作ってらっしゃるんですね。グラノーラ作ってます。すごくない、はい、グラノーラを作るのよ、はい、こういう感じで どうやって作るんですか。食べます。いいです。ちょこっとしたあ、グラノーラ、はい、おいしい。これはもう本当オートミールとか、あとナッツ、お砂糖、蜂蜜、そういうのを混ぜて焼いてるだけです。すっげえ美味しい。もう誰でも簡単に。できるんですか。できます、できます。あとはナッツ、ね。うんうんうん、これ僕、毎朝今ナッツとヨーグルトを食べてるので。うん。やっぱ気使ってるんですね。そうですね、今お腹に力入れてます。と、まあ、あとコーヒーの、あの、まあ、この、お豆が入ってる、キャニスターですね。豆が入ってます。毎朝この2つで朝ごはんの準備ができるように。ここに分けて入れる。無駄なも一切ない、はい、で、まあ、この下の収納が布巾とか入れてます、うんうん、まあ、ここにもありますけど、うんうん、これね、はい、で、こっちがハサミと、うわー、厳選されてる、はい、あとメモ帳ですね、うんうんうん、なんかこう、書かないと忘れちゃうので、うんうん、メモ帳にパパッと書いて買い出しに行くときに買い忘れしないように書いたりとか、うんうん、っていうのはこのメモ帳。この下が、今度ここはコーヒーのフィルターとドリップパック、あと今ちょっと豆が切れてるんですけど、豆のストックを入れたりとか。で、こっちがお茶類ですね、うんうんうん、はい、紅茶と普通のお茶。ほんまにストックものとかが少ないですね、はい、ここはなんでこれシロルじゃないですか。これはですね、あの自分たちで DIY で塗ったんですけど、もともとがこの色で、はい、塗ってたんですけど、はい、足りなかったんですね、塗料がペンキ足りなくて、はい、まあいっか。ペンキ買いに行きましょうよ。そうなんですけどね、はいはい、もうこれはこれでもうええかなと、いいかなと。で、まあ、ゴミ箱が、はい、で、まあ、燃えるゴミとプラゴミですね、はい、うん、で、こっちに掃除道具が少し入ってます、はい、しい、これキッチンとかで使う掃除道具類がここに入っているので、うんうん、使う場所に一応まとめて入れております。へ、で、こっちキッチン行きます。はい、こちらからです。はいはい、はい、ここは食器が2人分なので、はい、もうこれぐらいで十分。食器ももうメインで使う食器はもうこれが全てってことですよね。はい、そうです。これぐらいでいけんのよ。奥様的にはどうですか、この食器の量っていうのは。あ、ちょっと多いのかな。少ないっすよ、めちゃくちゃ。奥様的には、まあ、これ、まあ、減らしてもいいかなと思ってる食器ってあるんですか。これ、これなくても大丈夫ですか。これと同じ容量なので、うん、いらないかな。いや、ちょっと涼しげじゃないですか。ちょっと涼しげな感じするよ、これは。ちょっとなんで僕守りに入らなかった。この下は保存容器系が多いんですけど、うんうん、うちやっぱキャンプに行くときに家である程度作って持っていくことが多いんですよ、うん、なのでそういう時にもこれに入れてキャンプ場に持っていくってこともあったり、あとはお菓子作りとかもするのでそういうのを入れてたりとか、なのでちょっと多めではあるんですけど、もう家で使うだけじゃなくてアウトドアでも使うし、一つでいろんな役目を果たしてくれてるんですね、一個一個。だから物が少なくても大丈夫なんですね。はい、たっぱ腐るほどあるわ。で、ここが、はい、一応、うわカトラリー、うん、厳選されてるな。ただ2人分なので、うん、人が来た時が困るのはちょっとあるんですけど、その時はどうするんですか。あのキャンプ道具に入ってるんですよ、うんうんうん、あのスプーンとかボールとか、うんうん、それを出してきて、うんうん、日数分揃えたりとかします。そっか、なんで4人分ぐらいまでは全然、うんうんうん、はい、ああいうやっぱりこう調理用品欲しいなとか、はい。ないですか。こう別にこと足りてます。はい、でこっちが一応、はい、今度、はい、お鍋類ですね。あ、はい、まあ、よく皆さんやってるあの、うん、立ててしまう、はい、
こういうところにはちょっと収納術は使うんですけど、うん、これは無印さん、無印さんで、はい、そうですね、ポリプロピレンボックスを使って、なんかやっぱ美しいよね、なんかね。でこの一番下に今度はおなれるですね。わー、かわいい、はい、一番のお気に入りの、これはどこのやつ、これはイッタラのサルタネバという、イッタラって、はい、あのグラスとか、あ、そうです、そうです、有名な、はい、イッタラってグラス以外にもこういうものもあるんですか。あります、カモメ食堂という映画で小林さとみさんが使ってたお鍋なんですけど、カモメ食堂が大好きすぎて、うんうん、購入をしたっていう。これは何年ぐらい使ってた、これ10年ぐらいだろう、そう10年近く、はい、これ取ってるのがどうなんですか、こう外れて、うん、これで、で、なんか放浪になってるっていう。すごいこれ、これいい、これはあのお米を炊く時の土鍋で、長谷そのかまどさんというやつですね。お米はこれで炊いてるので、なんで炊飯器がないです。ほんまや、はい、炊飯器ない、はい、これでも楽なのはあの火加減がいらないんですよ、うん、あの中火で15分とかでいいんですよね、うんうんうん、普通よくこう初めちょろちょろ中パッパッと、うんうんうん、それがいらないんですよ。この辺もなんかもうすっきりしてんもんな。まあ普段あの料理するときにさっと取り出しやすいものは全部ここに置いてるので、うん、ここにもこれ収納がありますもんね、はい、これちょっとじゃあいいですか。あ、はい、このパントリーになってます。あ、パントリーに、はい、あ、ここはどういうものが入ってるんですか。ここはまあ下が食料系のストックですね。スパイスとか、うんうん、大豆ミートとか、うん、そういうものから、うん、あと粉物、うんうんうん、ですね。でこっちパスタとかブイヨンとかそういうものが入ってて、うん、で、ここ今入ってるお菓子類が、うんうん、ここに お菓子もなんか おしゃれやもんなポテチとかさ、そのカールとかさ、そういうの全然ないんですね。なんかこう、そうですね、そスナック系じゃなくて、いや食べますけど、ちょっとおしゃれ、はい、おしゃれだねやっぱりね。とあとレトルト系はここにあの無印さん の、うん、あのカレーとかはストックで一応置いてます。なんかこうお前そのレトルトもおしゃれやん。なんかであとは、まあ、お菓子作りの道具と、うんうんうん、はい、ラッピングですね。人に何かあげるときとか、うんうんうん、あのグラノーラとかを差し上げたりするので、うん、ラッピング用。僕見たよ、なんか SNS でさ、うん、ドーナツみたいなの作ってませんでした。あ、マラサダですか。何ですか。マラサダ。マラサダですよ、はい、ドーナツ、マラサダ、まあ、揚げドーナツですね。マラサダ、はい、マラサダです。最近ハマって作ってる。ねえ、はい、これ見ます。あ、こういうのも食べはんねや、はい、と、まあ、あとここは水筒ですね、うん、タンブラー水筒、はい、まあ、ここに、はい、これがお米が入ってる米蜜ですね。へえ、どこの、これ野田放浪さんの。野田放浪知ってますよ。米蜜で米、うん、結構これ何の玄米です。玄米なので。玄米食べます。はい。おしゃれな人は玄米食べるもんな。あと、まあ、グラノーラを作るときとかの、このままさっと出して、うん、これでグラノーラを作れるように。ちょっと見せて。はい。ナッツと、オートミールですね。これとナッツを混ぜ合わせる、はい、そうです。はい、で、このアガベシロップというシロップ。うん、と、あとお砂糖と、うん、ココナッツオイルとかを混ぜて。グラノーラ作ろうかな。もうすぐできるのでぜひ。あ、そうなんですか、はい、グラノーラ毎朝作って食べてるんですよ言いたいだけ言いたいだけ西洋が一緒。あ、俺やっぱりそうなんだ。これで結構料理やっぱ使うんですか。はい、これキャンプにも持っていくので。え、はい、このまま持って行って、うん、キャンプ場であの切った野菜とかを全部蒸せば。あ、これもセットってこと。この下の、はい、そうです。ここにお湯を入れてこういうふうにやるってこと。はい、そうなんですって。これが救急箱ですね、うちの。あ、ここに薬が。そうです。少ないですね、救急。でも薬がそんなにないですね。そうですね、ね、そんな病気しないからって。そうです。お子さんがいるところとかね、何があるか分からないからっていろいろ揃えてると思うんですけど、うち大人っぽいなので。あとはね、はい、もう40後半、50ぐらいの時に節がなるんですよね。ちょっと体悪くなってますから。もうほとんどにこれがもうどんどんもういっぱいになりますから。もうほんとどんどん薬出てきますから。怒られてます。パ
ントリーも何があるか、何がストックされてるかっていうのを全て把握されてるという、素晴らしいですよ。はい、ということで安吉家のこだわりのキッチンをね、いろいろとご紹介いただきましたが、今までね、キッチンってお家の中でも一番アイテム数が多い場所っていうのをお伝えしてきたんですよ、はい、だから他のとこが安吉家は少ないから、まあ、多い方だとは思うんですけど、私が今まで知ってるキッチンの中ではもうダントツに少ない。そうですか。うん、もう掃除もしやすいし、いいですよね。こういうキッチンを目指したいですよね。いろいろと見せていただきました。ありがとうございました。さあ、何かお知らせございますか。はい。インスタグラムで、暮らしのこと、もちろんキッチンのこともね、ちょこちょこ出てくると思いますので、そちら見ていただければなと思います。はい、というわけでございまして、どうもいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。以上、収納時、コジマジックでした。ご視聴いただき、ありがとうございました。コジマジックの会社に片付けてほしいという方は、先着5組だけの季節限定キャンペーン、またはお得なお試しパックをご利用ください。片付け上手になりたいという方は、24時間いつでもどこでも受験可能な e ラーニング集権にチャレンジ。今すぐチャンネル登録をして概要欄をチェック。